バーバラ・ラマーは、アメリカ合衆国の舞台、映画女優、ダンサー、脚本家。ジャーナリスト、作家、脚本家のアデラ・ロジャーズ・セント・ジョンズが彼女を形容した、美しすぎる女として知られる。1896年、ウィリアム・ウォレスト・ロザーナ・ローズ・ワトソン夫妻を両親に、リアサ・デール・ワトソンとして、ワシントン州ヤキマに生まれる。父親は、新聞記者で、 母親には1878年生まれの息子ヘンリー、1881年生まれの娘バイオレットという連れ子がいた。二人は1884年に結婚し、1886年6月に息子のウィリアム・ワトソン・ジュニアがワシントンで生まれた。ウィリアム・ワトソン・ジュニアは1920年代にビリー・デボアという芸名でボードビルコメディアンとなった。ワトソン一家は ラマーの成長期に様々な土地に住んだ。1900年には両親、兄のウィリアム、威夫姉のバイオレット・ロス、バイオレットの夫、アーベル・ロスと共にオレゴン州ポートランドに住んでいた。子供の頃、ラマーも何度か演劇やボードビルの舞台を踏んだ。自身は1904年の短編映画、アンクル・トムズ・キャビンにリトル・エヴァ名義で銀幕デビューを果たしたと語っている。 14歳の時にバーレスクショーで踊ったとして逮捕された。少年裁判所判事は大都市で一人で保護なしでいるにはあまりに美しいと予言的な弁を述べている。1910年には両親とカリフォルニア州フレズノに住んでいた。翌1911年、一家はロサンゼルスへ転居した。1913年1月、バイオレットエイクという名前になっていたラマーのイフアネは、 CC ボックスリーという名の男性と共に、16歳のイフ妹を3日間の自動車旅行に連れて行った。この後、ラーマーはホテルに軟禁され、ボックスリーがポン引きとなり客を取らせていたという伝説がある。両親からの捜索願いも出され自分たちに逮捕状が出ていると知ったエイクとボックスリーは、ラーマーに金を渡して不利な証言をしないよう言い含めて返した。この出来事は、 新聞の使命を賑わせた。ラマーは不特定多数の男性とベッドを共にしたことは認めたが売春は否定したため結局は不起訴となったという。この事件で有名となり、ロサンゼルスの画家たちがこぞってこの美少女のポートレートを描いた。この頃からプロのダンサーとなり、映画のエキストラ出演も始めた。しばらく後、ラマーの名前は再び新聞の見出しとなった。 1913年11月、アリゾナから戻ってくると、メキシコで結婚していたと思われるジャック・ライテルという、農場主が亡くなって未亡人になったと報じられた。広まった言い伝えによれば、ある日ライテルが馬に乗って外出した際、車に乗るラマーを見かけて、一目で夢中になった。彼は車に乗り込み、彼女を、さっと馬上に移すと、そのまま二人で走り去った。そして、 その翌日に結婚した。この間、彼女はリアサという名前を嫌い、幼い頃の好みのあだ名であるベスと名乗った。三十四二人目の夫と結婚してニューヨークに移った後、ホリー・ライテルのペンネームでフォックスフィルムの脚本を書く仕事に就いた。夫と死別後も各地で踊り続けて自立した。各地で新しい恋人を見つけ、私にはバラのような恋人たちが、 ダース単位でいると語ったことがある。1916年、ミュージカルコメディ俳優で、ダンサーのフィル・エインズワースと3度目の結婚をするも、翌年離婚。1918年、20歳近く年上の、ダンスパートナー、ベン・ディーリーと4度目の結婚。この時代に、バーバラ・ラマー・ディーリーと名乗って、脚本の仕事も再開した。メアリー・ピック・フォードは、 ユナイテッドアーティストの脚本家胸でラマーを見かけ、記女はカメラの後ろにいるには美しすぎる。自分が映画に出演すべきと話した。1920年、映画プロデューサーのルイス・ビー・メイヤーによりハリエットザ・バイパーの脇役にキャスティングされる。翌1921年にダグラス・フェアバンクスの映画ナットやジョン・フォード監督の吹雪の道に出演。同年の 三十四でスターダムにのし上がった。この頃ディーリーと離婚。1922年、ジョン・ギルバートと共演したアラビアの恋、レックス・イングラム監督による全打ダの虜と心なき女性などで人気は不動のものとなり、ムービングピクチャーワールドは世界一美しい女優と称えた。映画女優として全盛であったが、 メフンシーハリウッドの夜遊びにもハマり、インタビューで一晩に2時間しか眠らないと語った。1923年、裏で行く魂撮影中に足首を捻挫、痛みによる撮影延期を避けるためモルヒネ、コカイン、ヘロインが処方された。ラマーはすぐに薬物依存症になった。次第に薬物と酒に溺れるようになり、ダイエットのためのコカインや酒は体重を減らしもしたが、 健康も損ねた。そして、体が完全に回復することはなかった。極端に少ない睡眠時間も拍車をかけた。これらの行状が仕事にも悪影響を及ぼし始め、メトロゴールドウィンメイヤーを解雇された。ラマーは、ファーストナショナルと契約を結び、最後となる3本の映画に出演した。監督、脚本家、プロデューサーのポールバーンは、 ラマーに映画を休んで西洋するよう懇願した。彼はラマーに恋していたと言われ、彼女が1923年にジャック・ドーハーティと子供の結婚をした時には自殺まで試みた。バーンの忠告は聞き入れられず1925年、最後となる映画、モンマルトルから来た女の撮影中に倒れ、その後も撮影が強行されたため昏睡状態に陥った。 ラマーは撮影の合間にも酒やヘロインやコカインを楽屋で摂取していた。その後回復したかに見えたが一時的なものであった。心なき女性、ラモンのバロとラマーは5回結婚している。最初の夫はジャック・ライテルで1913年16歳の時に結婚した。ライテルは結婚から数ヶ月後に肺炎で亡くなった。 1914年6月2日、二人目の夫となる弁護士のローレンス・コンバースと結婚。コンバースはすでに結婚していて子供もおり、結婚の翌日に重婚罪で逮捕された。刑務所でコンバースは繰り返しラマーの名を呼びながら、意識を失うまで頭を独房の壁に打ち付けた。彼は6月5日に脳内の血平で亡くなった。1916年、俳優。 ダンサーのフィル・エインズワースと結婚。エインズワースは小切手を偽造資産、クエンティン州立刑務所へと送られた。彼らは1917年に離婚。伝えられるところでは、この当時の恋人の一人が小説家のアーネスト・ヘミングウェイであった。1918年にダンサーのベンディーリーと四度目の結婚。二人は1921年、映画三重視撮影中に別れた。 ディーリーとの離婚が成立する前に、俳優、ジャック・ドーハーティと1923年5月に結婚。彼らはラマーの死去まで添い遂げた。死の数年後、彼女が息子を産んでいたことが明らかにされた。息子の父親の名前は公表されていない。息子マーヴィン・カービル・ラマーは、ラマーの死後、女優ザ・スピッツと彼女の夫で、映画会社役員のトム・ギャラリーの養子となり、 ドンギャラリーと名前を変えられた。1925年には薬物とアルコールが体を蝕み始め人炎と結核にかかった。1925年11月10日のロサンゼルスタイムズ市にベッド上の病でやつれた姿が掲載された。1926年1月30日カリフォルニア州アルタデナのバーンが買い与えた家で結核と人炎の合併症で死去。 29歳であった。2月5日の葬儀には、数千人のファンが、教会の前に押し寄せ騒然となり、5人の女性が、失神して、警官隊に救い出された。彼女は、ハリウッドフォーエバーセメタリー内のハリウッド、大聖堂霊病地下室に埋葬された。映画界への貢献により、バインストリート1621のハリウッドをクオブ、フェームにバ、バララマーの星型プレートがある。 ありがとうございます。